さあ、伊藤ご両親ですね。ちょっと、話が取れますが、前回の、前回じゃなくてですね、最初に始まってしまった共産、共産の方から共産44スラッシュ様に、ね、行われたプレイイベント、キス部門のチャンピオンということですね。すでに44スラッシュ本戦のシードを得ている選手、今回は、でワードからコントを受けております。今回は、ステージでどのようなパフォーマンスを見せていただけるのか。さあ、ちょっとレベルを上げましたけど、まず最初はブランコ。これ、クレイジーブランコとかやったらアウトになりますね、ちょっと言ってください。はい、では行きましょう。ブランコ、レディー、ゴー。 OK。さあ、2個目にして基本のトリック、エレベーター 1.5 往復、レディーゴー。あ、OK。 あ、嘘です。やはり、これはやはり結構基本なのか。エレベーター基本のように見えて、結構実は集中力いりますからね。バウンドしてもアウトになりますから、集中力が続かないところではあります。はい、では S 入ります。フォワードパス、レディーゴー。はい、 OK。 続けていきます。アラウンドワールド2周以上、レディーゴー。あらららら、本当に調整にとってああいう現象が起こりますんでね、調整から礼儀に行っていかなければなりません。ありがとうございました。さあ、続きまして坂内はじめ選手、スタンバイをお願いします。